はい、皆さんこんにちは。エックス線人工士森田隆一です。それでは、ただいまより、エコノミスト森田隆一の経済会計キーワード解説。第六回目の講義を開始いたします。よろしくお願いいたします。 はい本日、ですねキーワード解説の第6回目ということなんですけども、本日のキーワードは、ですねリーマンショックという言葉でやらせていただこうと思っております。ちょっと画面を切り替えていきますが、第6回目ということで、リーマンショックですね。 画面を切り替えていきますけどあのリーマンショックから10年ということでありましてね、まあ、本日、私がですね、まあ、言葉キーワードですねリーマンショックという言葉を選ばせていただきましたけども、まあ、リーマンショックが起こってですね今年で10年目ということなんですね正確に言えば、えー、2008年の9月15日にですねリーマンショックが起こりましてですね、まあ、それからようやくというかねもう10年経ってしまったということで、えー、ありましてねもうだいぶ経つんだなと思いますけどね。 えーまあ、2008年の9月15日ですねアメリカの投資銀行であるリーマン・ブラザーズが経営破綻してしまったんですよということでありましてねですから、まああのー、10年経つということで、まあ、節目の年かなということでありましてですね、まあ、今年今回、私の方でで、ね、お話しさせていただくということになりました。 でまあ、実はですね、まあ、リーマン・ショックというのは和製英語で、まあ、ほとんど英語ではねリーマン・ショックというのは出てきませんね言葉としてはね、まあ、日本人が英語で書いたものに関しては、まあ、英語でもですねリーマン・ショックというふうに日本,あの日本人はそっちの言葉の方が慣れ親しんでますんでね、まあ、書いたりもしますけども、まあ、外国人が書く英語で書く文献に関してはほとんどリーマン・ショックというのは言葉は出てこないかなというふうに思いますね。 まあ英語ではね、こんな風に言ったりします。いろんな表現あるんですけど例えばということで「The Financial Crisis of2007 年から2008年までの」っていうね、そういう表現をしまして2007年から2008年の金融恐慌、まあ、世界金融危機みたいなね表現でされるんだと。 でまあ、リーマンの破綻を、ね、あの意味といたしましてねリーマンの破綻をです、ね、きっかけとする世界中に広がった経済・金融危機ということでありまして、ねまあ、信用収縮をこれ,でこれが招いたんだということですね。 あのリーマンショックというふうにね世間では、まあ、日本では言葉としては親しまれてるわけなんですけども、まあまあ、一つの象徴的な現象事象であったということですよね、まあ、リーマンショックというのはねリーマンが倒れたということはでそれをきっかけにですね、まあ、世界中で景気が悪くなってしまったと、まあ、特にアメリカになるわけなんですけどもその経済金融危機が世界中に広がったとそういう一連のねそういった事象を、まあ、リーマンショックと というんだとでこのリーマンショックによってですね信用収縮というのがね、えー、起こってしまったと信用収縮というのは何かなというと、まあ、要は資金の供給がですねもうガタベリしてしまうというのが信用収縮でありまして、まあ、世界中のですね中央銀行が信用収縮をですねまあ防ぐためにですね、まあ、ものすごくですね、まあ、金融を緩和したというねその後の政策があるわけなんですけども、まあ、こういったね、えーまあ、金融危機が起こりますとですね資金供給がものすごく減 てしまってですね。まあ、うん、資金供給というのは、まあ、人間で例えますと、まあ、血液ですから、もう血液が流れなくなってしまうということで、経済が止まってしまうわけなんですよね。死んじゃう、死に至る可能性が高まってしまうわけなんですよね。ですから、まあ、そういった時は中央銀行が目一杯ですね。金融緩和をするというのが、まあ、大原則になるわけなんですけれども、まあ、その信用収縮をね、招くような、あの、そういったね、事態、えー、まあ、それが、まあ、リーマンショックであると。 でえーまあ、あのじゃあそもそも、えー、リーマン・ブラザーズとは何でしょうかということなんですが。 1850年になりますけども、まあ、ドイツから移民してきたですねユダヤ系の移民なんですけどもリーマン兄弟というのがいらっしゃったんですが、まあ、その方々が設立したのがリーマンブラザーズであると,ということでアメリカ4位の、ね、規模大手証券会社投資銀行というふうにこれ書いておきましたけども、まあ、アメリカの投資銀行というふうに言いますと、まあ、この2008年当時はですね、まあ、やっぱり今でもダントツでトップのですねゴールドマン・サックスですよねでそれからまああの名門の、えー、モルガン・スタンデー それからメリル・リンチですねえそれからまあリーマンそれからベア・スタンズその辺がまあ大手5社というふうに言われてたわけなんですけれどもえこの大手5社の中で4位の規模をねえ持っていたのがリーマンであると。 でえー、実はですね破綻するまで格付けが AAA であったということでありましてねこれあのやっぱり格付け会社にも、まあ、責任の一端がちょっとあったんじゃないのかなと格付け会社が AA、A、出してるからそれを信用してですね、まあ、もちろん投資の世界は自己責任なわけなんですけども AAA、まあ、ということで、えーまあ、投資してたわけなんですけども破綻、えー、に至るということですからね、えー、どんな格付けしてたんだということで、まあ、格付け会社の方も、まあ、本当に格付けしてたんですかという、まあ、そういった問題があるのかなというふうに私は ちょっと思いますけど、ね、で、まあ、リーマンの破綻ということでありましてね、えー、っと負債総額64兆円を抱えての倒産アメリカ歴史上最大ということでありましてねこれはものすごいですよね。 えー、負債総額64兆円いいうののはもすすごい規模ですよ、まあ、日本の国家予算はまあ現在100兆円ということですから、まあ、それはもちろん、ね、下回ってはいますけども64兆円という、ね、そういったあです、ね、規模ですからね負債総額はね。まあ、GDP で言いますとね、まあ、日本はもちろん500兆円の GDP あるわけなんですけども、えー、例えばスイスだとかサウジアラビアだとかある,あるいはアルゼンチンですね、まあ、そういった国々なんかは大体60兆ぐらいですよ GDP がね。ですからそのリーマンの負債総額の方が大きい。 の負債総額と同規模の、ね、GDP の GDP そういった、ね、国もあるわけなんですよねですからいかにこのリーマンの,です、ね、その負債総額っていうのが大きかったのかなっていうことであるかなというふうに思いますけどアメリカの歴史上でも最大の負債を抱えての倒産だったと。 でえーまあ、アメリカの、ね、住宅バブルがこれ崩壊しましてですね、まあ、リーマンはその影響をもろ受けてですね多大の損失を抱えてしまったんですねということでありまして、まあ、リーマン破綻ということで、えー、連邦倒産法第11章、まあチャプター11というふうに言われたりするんですけどもこれ適用ということでですね、まあ、日本の民事再生法に当たるというふうに言われることが多いんですが、えーまあ、それによってですねもうちょっとね、えー、厳しいということで、えーまあ、日本の民事再生法に当たるんですけれども まああの民事再生法というのは何かなというと目的はですねまあ借金なんかをですねまあ減らしてもらって減額してもらってないしはチャラにしてもらってですね商売を続けていくというのが目的の法律これが民事再生法なんですけどもまあその連邦倒産法第11章これを適用してですね借金なんかをちょっとね減らしてもらってですね商売続けていこうというねそういったことを一応まあリーマンをね目指したわけなんですよね。 まあちなみにということなんですけども、倒産法第7章っていうのがありましてね、そちらチャプター7というふうに言われてるんですけども、えー、まあ日本の破産法ということで、まあ、こちらを適用するというふうになったら、もう商売、もう商売自体をやめてしまうっていうことなんですけども、まあ、リーマンはですね、11章の方を適用したということでありまして、まあ、一応、商売はね、続けていきたかったということなんですけども、結局、まあ破綻、消えてなくなると、そういった運命をたどったわけなんですね。 でアメリカ政府はですね、実はリーマンを助けなかったからっていうのが大きいんですよね。AIG っていうね、そのアメリカンアメリカのね、保険会社がありますけれども、アメリカンインターナショナルグループだったと思いますけど、AIG はこれ助けたんですね。 AIG はですね約1820億ドルの公的資金を注入してですねすごいですねこれもね約15兆円ですよ約15兆円の公的資金をね注入してね AIG は助けたということですね、まあ、リーマンは助けなかっただけども AIG は助けたということですねなぜリーマンは助けなかったのかというふうに言われるなぜ AIG は助けたのかというふうに言われるんですけども AIG の方はですねもうとにかくですね地球規模の赤字があったからともう本当にん 本当にもののすすごいね、ね。地球規模の赤字だったんです、ね、それはどれぐらいの赤字ですかっていうと2008年の損失額赤字額なんですけども992.9億ドルということでありましてですねすごい赤字になるわけですよね。これだけの赤字を抱えてたということでありましてですねもうこれは助けざるをえないんじゃないのかなということでそれで助けたと。 えーまあ、破綻してしまったらですね世界中の保険契約をしている個人へですね、まあ、直接、悪影響が及んでしまうでしょうということでありましてしたがってこれ助けざるをないんじゃないですかと保険契約者にご迷惑かかったらちょっと申し訳ないですねということでじゃあアメリカ政府といたしましては助けましょうかということで AIG は助けたということなんですね。 でリーマンに関してはということなんですけど助けなかったということでまあ、助けなかった理由いくつかあるんですけどもやっぱりこれが大きいかなっていうふうに思いますね、えー、ブッシュ共和党政権のこれもしかも末期の頃ということになるんですけどね、えー、そもそも共和党政権っていうのはどういった政権ですかっていうとまあ、共和党っていうのはあの小さな政府っていうものを目指してるんですね、えー、市場メカニズムを重視するまあ、自己責任っていうのを大切にするそういった考え方をお持ちの方々が非常に多いとこれが共 なんですよそれに対して、まあ、リベラルの集まりというふうに言われますけど民主党というのはあのむしろ大きな政府を目指すんだということで市場メカニズムはもちろん大切なんですけども、まあ、しかし政府の力というのは大切でしょうということで大きな政府を目指すということなんですよね民主党の方はね。でまあそのブッシュ共和党政権はむしろ小さな政府論者ですよね。 まあですからあの自己責任ということをまあ重視する方々が共和党には非常に多いということでありまして、まあ、そういうのも、ね、リーマンを助けなかった理由なのかなと。 それからあのポールソン財務長官という方なんですけどもこの方はあのゴールドマン・サックス出身の方なんですけどねゴールドマンでトップを張ってものすごく稼いだと言われる方なんですけどもやっぱりこの方ですね市場規律というものを非常に重視しておりましてやっぱり潰れるべ,潰れるべき企業は潰すべきだというねそういった考え方,の考え方をねまあ当時はお持ちだったようなんですけども最近の発言なんか聞いてるとねちょっとんどあのだいぶなんか違うんじゃないかなとは思うんですけども まああの当時はまあ市場規律マーケットのねそういった規律なんかを重視する人だったと私は認識してたんですけどもで、まあ、ポールソンさんははちゃめちゃしすぎると、まあ、こうなるぞっていうね、まあ、いわば見せしめ的にです、ねまあ、リーマンを潰したんじゃないのかなというふうに私はちょっと思ってるんですね。でこ,れこ,れこれはこれでですねとても大切でやっぱりモラルハザードを起こさせないっていうねことで、まあ、1社ぐらいです、ねまあ、潰すっていうのも必要だったのかも分かりませんね。これはね本当に、ね、10年20年30年年、えー、長い年月かけてやっぱり検証 していかないとあの時のこのポールソンさんの判断がね正しかったのかどうかというのはなかなかわからないですし今でもやっぱり議論起こってますよねこれは大切なあのやるべきあの潰すべきだったあいやいややっぱりね潰すべきじゃなかったっていうまあいろんな議論がやっぱり今でもあるわけなんですけどもまあどうだったのかなというふうに私なんかも思いますけどねまああのモラルハザードを起こさないっていうのはねやっぱりね一つの えー、大切ななことなんですね何でもかんでもですね政府が助けてしまいますとですね金融機関は暴走してしまうんですよで、えー、成功すれば自分たちが報酬ね100億円とか何百億円とか報酬もらえるわけですよで失敗したらですね政府にですね血を拭いてもらうっていうふうになったらですねどんどんですね金融機関がリスクを取るようになっちゃってで経済がめちゃくちゃになる可能性があるんですねだからリーマンみたいにめちゃくちゃなことやったらですね潰そうっていうね、えー、そういうスタンスをやっぱ政府が見せとかないとですね、えー、金融機関のモラルハザードを ししてしまうとそういったことがありうるということで、まあ、リーマンを潰すっていうのは、一つのまあ選択肢であったのかなというふうに思いますけどね、まあ、本来であればね、やっぱりね、どっかが買収するっていうのが良かったとは思うんですよね。あの実際、ベアスタンズっていうね、あのあの投資銀行は、JP モルガンに、JP モルガン・チェイスにね、買収されてですね、政府保証をつけてですね、政府保証をつけて、それで JP モルガン・チェイスが買収したというね、い,いきさつがあったんで、 えー、このリーマンもですねどっかが買収してくれれば非常に良かったんですけども買収先がななななかかなか現れなかったとっいうことなんですよねあのバークイギリスのバークレイズだとかあるいはですね、えー、とバンク・オブ・アメリカなんかが最後までちょっとね、えー、名乗りを上げてたというか、まあ、そういったあの交渉のテーブルにはついてたんですけども、まあ、バンク・オブ・アメリカはメ,ルメリル・リンチを買収するっていうことになりましてでバークレイズはねやっぱり政府保証もつかないし負債総額が64兆円ということでちょっとやっぱり やっぱ厳しいなということで、まあ、撤退ということで、まあ、結局どこもリーマンを買収しないということになっちゃいましてです、ねまああのまあ、結局消滅という、ね、道をたどったわけなんですよね。 まあ本当にあのこの時はですねまあアメリカの FRB のトップはですねバーナンキー議長ですよねえそれからそのポールソンこれが財務長官でそれからあのニューヨーク連銀というのがウォール街を仕切ってるわけなんですけどニューヨーク連銀はあのガイドナーさんという方がねあのえ オバマさんの民主党政権の時の財務長官も務めたガイトナーさんがニューヨークの連議員だったんですけどもそのガイトナーさんがあのガイトナーさんとポールソンさんとそれからバーナンキさんがねいつだったかな、えー、っと9月の 半ばぐらいの,そのリーマンショックから10年ということで、ね、3人でこうなんかこう、えー、その対,談対談というか定談というんですかね3人でこうね、えー、こうリーマンショックを振り返っていろいろ喋るっていうそういうの新聞にの日経新聞に載ってましたけどもやっぱりね、あのーまあ、あこれほどの衝撃があですね起こるとは思ってなかったみたいなことは、ね、言ってましたねガイトナン様。事態は悪くなると思ったが想定より事態は悪化したっていうふうに、まあ、あの当時のことを振り返って ますよねですからまあ悪くなるだろうとリーマン潰れたら悪くなるだろうとまあ予想はしてたんですけど蓋を開けてみたらですねその衝撃は予想以上だったということでありましてですねやっぱりそういうのを考えるとですね潰さない方が良かったかなというまあだからまあ一番いいねえまあそのシナリオはねどっかが買収してくれるというのが良かったかなということなんですけどまあなかなかねやっぱり64兆円のですね負債総額を抱えてねスイスとかサウジアラビアとかアルゼンチンだとかそれぐらいの GDP その GDP と同じね負債を抱えてるですねリーマンを買収する企業はなかなか現れなかったっていうことですねまああの当時はねその金融機関はなかなか体力がなくなってた時代なんですよね、えー、ですからあのなかなか買収する側もですね余力がないんでリーマンを飲み込むことができなかったっていうことですよねでそれであとねこれも大きいんですよアメリカ国民の感情ですね。 えー、強欲なウォール街を救うのは許さないというねアメリカ国民の感情なんかもあってですねブッシュ政権は、えー、なかなかですね救済に乗り出せなかったっていうのがあるんですよね。 えーまあ、要はそのブッシュ政権の末期ということであの2か月後にはアメリカ大統領選が控えてたわけなんですよですからこれでですねうんウォール街を救うようなね、えー、リーマンを救う,救うような、ねですね、ことをやっちゃうとですねウォール街を助けたということであんなにね荒稼ぎしてる連中もう100億とかの報酬をもらってる連中をですね彼らが失敗したらなんで国民の税金を突っ込んで助けるんだとあんなに稼ぎまっくってたやつらを のですね尻脱ぐなんで国民の税金を使うんだっていうアメリカ国民の感情があったわけなんですよね。でその感情をやっぱりあのリ,リーマンを救うとですね魚でしてしまうということでありましてもしリーマンを救ったらですね大統領選もこれ絶対負けるだろうということでまあ、そういうね判断になったのかなというのもありますよね。 ベアスタンズを、ね、その政府保酬をつけて JP モールガに買収させたというのはもう少し前だったんですよ2008年の,、まああの3月とかそれぐらいだったから、まあ、それでも大統領選の、ねえー、年ですけども、まあ、大あのリーマンの場合はもう本当に2か月後に大統領選が迫っているそういったもうとてもとても大切な時期だったわけですから、まあ、ここでそのウォール街を救うという選択肢をえ、ね、選んでしまったらこれは選,選挙厳しくなるかなというねそういう,、まあ、そうあの背景もあったのかなということですね。 ですからこれが仮にね民主党政権とかあるいは選挙からまだまだね離れてますよという時期であればリー、D、マンがあの潰れてなくなるってことはひょっとしたらなかったのかもしれないですよねだから政府保証をつけてですね政府保証をつければですね買収する企業がね出てきたかもしれないんでまですからこのやっぱりね大統領選の直近であったっていうのもやっぱりこれも一つの運命なのかなというふうに思いますね。 でえー、まあ政府から見放されたリーマンを買収する企業は結局現、現れませんでしたよということですね。ね まあ、やっぱりね、アメリカ国民の感情っていうのもありますよね。それからね、アメリカ国民の感情もありますし、やっぱりアメリカの議員もですね。あの、かなり、やっぱりね、まあ元々共、もともと共和党の方々は市場メカニズム重視、えー、小さな政府重視ですから。なんで一企業の失敗をですね、政府が尻拭いするんだっていう、そういった立場の方、多いわけですよね。で、もし助けちゃったら、アメリカは社会主義じゃないかっていうね。そういった意見も結構あったんですよね。アメリカは資本主義だと、市場経済の国だと、政府がですね。えー、一企業。 失敗の尻拭いをするんだったらそれ社会主義じゃないかということで、まあ、そういった批判なんかもやっぱり議員の中からも結構出てたということで、まあ、あのやっぱりねそういう背景があって、まあ、リーマンが潰れたということなんでしょうね。 でリーマンショックのインパクトということでありましてですねアメリカの、ね、ダウ平均株価です、ね、ニューヨークのダウ平均株価なんですけども2008年の10月15日ですねこれはものすごいですね下落率ですね8%近くですね下落してしまいましたよということでマイナス733ドルですね下がったと1日でですね。 でそれから12月1日に至っては7.7%下落してると。 10月9日です、ね、これあの、下落率が大きいものからちょっと並べておりますけど、7.33%下落ということでありまして、まあ、これはですね、87年にブラ,ックマンデーブラックマンデーというのがあったんですけども、あの時も株価が非常に暴落したんですけども、あれよりはちょっとね、下落の幅はね、下落率はちょっと小さかったんですけども、まあ、それに並ぶ、ね、規模のショックが加わったということで、まさに100年に一度のね、衝撃、これが、まあ、マーケットに走ったというふうに言ってもいいのかなと思いますね。 でえー、リーマン・ショックの日米の影響ということで、あごめんなさい日本の、日本への影響ですね、米は今い申し上げましたんでね、日本への影響ということで、ちょっとあのこれから申し上げますけれども、えー、円高になってしまったんですという、ですね、えー、リーマン・ショックが起こる前なんかは、ですね1ドル105円ぐらいだったわけなんですけれども、リーマン・ショックが起こって、ですね、えー、過去最高の円高水準というのは、2011年の75円なんですね。 2011年という年はですねこのリーマンショックの影響だけじゃなくてですねあの震災の影響なんかもありましたんでねそれで円が買わられちゃうっていう場面、えー、震災なんかの影響もあって円高が75円まで、ねえー、進んだっていうのも75円95銭だったと思いますけどそこまでいっちゃったっていうのがありましたけども、まあ、リーマンショックの影響だけじゃないかなとは思いますけども、えー、いずれにしてもリーマンショックの影響っていうのも、まあ、一部には原因があって。 75円までいっちゃいますからね、まあ、あのものすごい円高になってしまったと。 で株安もものすすごかったんですね、まあ、2007年の大納会ですね大納会っていうのは、まあ、12月31日、まあ、最終日ですね最終日の終値の数字なんですけども日経平均株価は1 5307円だったんですけども2008年リーマンショックが起きた時のですね大納会 12, 12月30日のですね終値は8859円ということでこれね下落率がですね42%なんですよ。 これ下落率が42%っていうのはちょっと画面出しますけれども、え一年の最大の下落率ですね。え一年間でこんなに下落したのは初めてですっていうことなんですね。 42%もですね前の年と比べてですね株価が下がっちゃったということはもうこれはもう史上初ということでありましてですねまあいかにね日本経済もとばっちりを受けたのかと結構ね当初はね楽観論が多かったかなというふうに私なんか記憶してるんですよ当時のニュースとかメディアなんか見て,見てたその私の当時の記憶をねちょっとたどりますと。 楽観論が多かかったのかなと、まあ、つまりですね日本の金融機関はアメリカにあんまりね金あの投資してないからそれほど影響は小さいと影響は小さいから日本はあんまり、えー、そんなに影響悪影響をこむらないあのであろうと悪くならないであろうとそういう意見が多かったんですよねだからアメリカの金融機関は震源地ですから大損超えてますからアメリカ経済やばいとそれはその通りでしょうしヨーロッパもアメリカに結構、えー、金突っ込んでましたんでねヨーロッパの金融機関も。ですからヨーロッパもちょっと危ない なんじゃないのっていのとうだけど日本はちょっと、えー、そんなに悪くならないんじゃないのっていうねそういう楽観論が結構あったと思うんですけどやっぱりね、えー、ここまで株価が下がってしまって,っていう株価が下がるとですねやっぱりねね消費ととかか投資とかうう悪影響出てくるんですよ、ね、やっぱり株価が下がると、えー、やっぱりあの株式を持ってる方々あ投資家の方々今、まあ、金持ちの方々はですね、えー、自分の持ってる資産が目減りするわけですからねちょっと後で語りますけどもやっぱり財布の紐が 硬くなるわけですよで景気が悪くなればですね民間の投資だって下がってくるわけですよですからまあやっぱりねリーマンショックの影響というのは予想以上にですね私は大きかったのかなと思いますねで、えー まあ、バブル崩壊、えー、バブル経済っていうのがありましてね、まあ、80年代後半にあって90年代初頭に弾けたというのがあったわけなんですけども、えー、バブル崩壊後のですね最安値が2008年のリーマンショックのあとだったんですよ。7000円を切っちゃったんですね一時ね。一時円を切っちゃいました ねえー、そして、えーまあ、終わり値ベースでいうと最安値は7054円ということでありまして、ね、リーマン・ショックの前は、まあ、9月12日、9月15日にです、ねまあ、リーマン・ショックが起こるということなんですけども9月12日のリーマン・ショック前のです、ね、株価っていうのは1万2214円だったんですよ。 それがあっという間にですね。6994円まで下がっちゃうということで、これも下落率4。2%ですね。ですから、もうたかだか数ヶ月とかね。まあ、それ1ヶ月とかいあごめんなさい。たかだか1ヶ月ですよ。1ヶ月でえ4。2%もね株価が落ちちゃってるということですから、いかにこのね。リーマンショックの衝撃っていうのがまあ、日本にも大きかったかっていうことだと思うんですけどね。 でではなななぜ円高になったのかっていうとうまずこれなんですねアメリカの量的緩和政策クオンティテイティブ・イーチングというふうに言いますので QE というふうに言ったりするんですけども、えー、マネタリーベースを4倍に増やしたということなんですね。 あのアメリカのです、ね、金融政策を担っているのは FRB なんですけども当時はバーナンキ議長という方がです、ね、バーナンキさんはあの学者出身なんですけど、ね、プリンストン大学の、ね、教授で、えー、ありましてです、ねまあ、そ,れをそこから FRB のトップに君臨したということで、まあ、バーナンキさんは、ね、本当に一番厳しい時にです、ねえー、ここ30年、まあ、ここ何十年で見て一番厳しい時に、ね、FRB のトップを張った方かなというふうに思いまして、まあ、バーナンキさん だからこそですね、まあ、この危機を乗り越えて今のアメリカがあるんじゃないのかなというふうに思ってるんですよ。アメリカ経済、今いいですよ。ちょっとね、あの貿易で中国といろいろ揉めてますんで、それで今後どうかなっていうところがあるんですけども、まあ、アメリカ経済はいいですよ。私はでもいい、そのいい理由はね、トランプさんがよくしたっていうふうに、まあね、そういうところもまあ,あるんでしょうけども、やっぱりバーナンキさんのね、その FRB のトップ時代のバーナンキさんの金融政策っていうのがやっぱり効いてね、えー、そしてアメリカがそのリーマン・ショックから、あのー、 えー、そ,ののその大きく、ねえー、リーマン・ショックによって、えー、傷んだアメリカ経済をその復活させたんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。それは両的,、ね、的緩和政策なんですよ、うん、量的緩和政策っていうのはアメリカのです、ね、マネタリーベースっていうふうに言うんですけども。 アメリカのドルをね吸ってるのは FRB になるわけなんですけども FRB が供給してるですねドルの量を4倍に増やしたんですねまあもちろんいきなり4倍に増やすわけじゃないですよいきなり4倍に増やすわけじゃなくて毎月毎月量をどん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 増やしてって最終的には最大で4倍になったということなんですけどね。 えー、まあすものすごくね量を増やすわけなんですね。量的緩和っていうのはまあアメリカの F.R.E. がドルをいっぱい吸って大量にまああの経済あの世の中にドルを供給するということですね。まあ、うん、どういうふうに供給するのかというとあの買いオペレーションというふうに言うんですけども、要はまあ米国債とかを買うんですよ。米国債を買ってそれで吸ったドルをですね、えー、まあその相手に渡すんですよね。それで世の中にそのドルを大量に供給してですねまあ4倍にもね。えー 遅れ上がったということなんですよね。まあ、今その政策を針、ね、日本はあのやってますよ。もうだから週回遅れでやってますよね。当時の日本銀行の総裁は白川総裁だったわけなんですけども、白から黒へというふうに言われましたけど、2013年にですね、えー、ま財務省元財務省の財務官であったですね。えー その黒田さんがその、うん、量的緩和っていうのをやってですね、えー、それでまあ今日本経済が結構いいところまで来てるのかなというふうに思いますけれどもあのー、まあ、アメリカはそのいち早くですねリーマン・ショックの時に量的緩和っていうのをねやったわけなんですよね。で要はアメリカが供給するドルの量が4倍増えたわけですからドルの価値が下がるんですよ。 ドルの量が増えますとドルの量が増えるとドルの価値が下がるんでドル安になるんですねですから相対的に円高になるということですね まあ、何でもかんでもそうなんですけども、あの量が増えれば価値がなくなる、価値が下がるんですよね。なぜダイヤモンドっていうのは価値が高いのかっつったら、量が少ないからなんですよ。圧倒的に量が少ないからなんですよ。圧倒的に量が少ないから、価値が非常に高まるということですよね。ですから、例えば水だとか空気だとか、非常に人間が生きるためには必要なものです。なかったら死にますよ。なかったら死ぬわけで、非常に大切なものなんですけど、なんであんなに安いんですかと。あるいは空気なんてただ当然かもしれませんね。水だって非常に安いと。なんでそんなに安いんですか？と。 あるからなんですね。だからいっぱいあれば値段が安くなるというロジックなんですよ。経済学的に言えばねですから、お金もやっぱり同じでドルをいっぱいすればね。ドルを大量に供給すればですね。ドルがいっぱい量が増えるんで価値が下がっちゃうと、つまりドル安になっちゃうとですから、相対的に円安になっちゃうと合いませんなさい。円高になっちゃうとそういったロジックですね。 ですので、まあ、あのあのアメリカの、ね、量的緩和というのが、ね、非常に大きかったのかなというふうに思いますね。日本もね、あの白川総裁もちろん金融緩和はしてました金融緩和はもちろん日本の白川総裁もしてたわけなんですけどもやっぱりねそのアメリカの金融あの量的緩和の量がすものすごかったもんですから、えー、日本も増やしましたでもアメリカものすごく増やしてるんでやっぱり、えー、どうしても、えー、出してる量が、ね、アメリカの方がものすごい勢いで出てたんで。 どうしてもドル安になってしまって円高になってしまったとそういういのがありますよねであとね消去法で円買いっていうことでドル安円高円が買われちゃったっていうのもあるんですよね。 まあ、あの先ほど申し上げましたようにあのアメリカ経済がですね非常にいい、まあ、傷んでるということですよねリーマンが潰れちゃうとでメ,リルメリル・リンチは JP モルガンに賠償されベア・スタンズが JP モルガンに買収されてメリル・リンチが、えーと えとどこでしたっけバンク・オブ・アメリカに買収されたということで,でリーマンは潰れるということですからその投資銀行大手5社のうちですね3社がですね、えー、潰れたり、えー、吸収されたりということでありましてね、えー、でまあ,もあの、えー、ゴールドマン・サックスはあの、まああのえー、ゴールドマン・サックスはもちろん大丈夫ですけども、えー、とモルガン・スタンレーでさえですね三菱,、えー、菱 u s j のですね20%の出資っていうのがあったんでですからまあやっぱりで ですね、まあ大手の投資銀行っていうのは非常に傷んだんでアメリカやばいねと。 ねアメリカやばいねということで、じゃあ持ってる資産のうちドルを減らそうかなっていうことで、えー、ドルの売りに、えー、世界中が傾いたんで、えー、ドルが売られて、じゃあ代わりに何を買っとこうかなって言うと、まあうーん一番日本がマシなんじゃないのっていうことで円が買われちゃったと。当時ヨーロッパもねやっぱやばかったんですよね。まああのアメリカに結構投資してる金融機関もありましたし、えー、それからやっぱりヨーロッパ自体もですね、やっぱりあのギリシャだとかイタリアだとかですね借金返せないんじゃないのっていうね。えー ですよねですからまあギリシャイタリア、まあ、あのその辺があの大量にですね国債を発行してて借金貸せなくなる可能性があるねっていうのもあったんでヨーロッパのユーロを買うっていうのもちょっと厳しいのかなとじゃあやっぱり円ええかなとあるいはねスイスフランっていうのもねなんかあった時によく買われるんですよね。あの通貨が 何かあった時に買われるその条件あの買われるそういった、えー、買われるううようなそ,の、えー、そういった理由っていうのは3つあるんですよ。 何かあった時にこの通貨が買われるその理由っていうのは3つあるんですよねまず対外純資産がものすごい額であると対外純資産って何かなっていうと外国に純資産を大量に持ってるってことですね純資産っていうのは資産マイナス負債でね純資産っていうのは要は借金なんかの債務を全部返済した後に残る資産のことを純資産というふうに言うわけで資産マイナス負債になるわけなんですけども要は外国に持ってるその純資産がものすごく多いという国ですね。日本も スイスもいっぱい持ってるんですよ外国にね資産をね えー、だから日本もスイスもまず,まず対外純資産がいっぱいあるというその条件に当てはまりますしあと経常収支黒字国ですね経常収支黒字国っていうのは要は外貨を稼ぐ力があるということで日本もそれからスイスも経常収支黒字国なんですよ。まあ、日本なんかはやっぱりね経常収支、えー、これ結構黒字だっていうのは、まあ、有名な話ですけども、まあ、スイスなんかももちろんそうなんですよね。えーまあ、スイスっていうのはね、まあ、金融が結構強い国でありまして、まあ、例えば、えー、クレディ・スイスだとか UBS だとか えー、あるいはチューリヒだとかねそういったところでもありますしあるいは、えー、日本でもね人材派遣でアデコさんっていうのが,アデコっていうのがありますけどアデコだったりあるいは一時ちょっとね問題になりましたけどエレベーターのシンドラだったりだとか、えー、あとはそうですね時計なんかも有名ですよね、えー、ロレックスオメガタグホイヤー、えー、IWC スウォッチ、えー、その辺も時計はもうスイスっていうのが、まああのえー、もう本当に世界中でも一般的になってますしあるいはそうですねうんねネスレなんかも 非常に巨大でですすしあるいは薬ですねノーバルティスだとかロシェだとか、えー、あとは何ですかねあとフィリップ・モリスタバコだとかね結構いろいろありますよね。ですからその外貨を稼ぐっていうねそういった力強い企業はですねスイスにはいっぱいあるんですよ。ですから何かあった時にじゃあドルを売ってスイスフラン買っとこうかなユーロを買ってスイスフラン買っとこうかなということでスイスフランが結構変わるんですね円と同様にね。だからスイスフランもリーマンショックが起こった時にいっぱい変わりましたよ。だけどスイス スイスフランが高くなっちゃうとスイス経済がやっぱり結構厳しくなっちゃうからっていうことでスイスの,その中央銀行はですね無制限の,その為替介入っていうのをね実施してそのスイスフランがあスイスフラン高になるのをブロックしたわけなんですね。で日本に関してはなかなかねそのね金融緩和がアメリカなんかに比べてですね非常にこう出してるその伸びが小さいもんですから、えー、なかなかですね あのー、どうしてもそのブロックしきれずにです、ね、円高になっちゃったとっいう、ね、そういった流れがあるんですよねですからまあ消去法で、えー、消去法ということでいえばスイスフランとそれから円だったわけなんですけどスイスの方はものすごくブロックしたんで、まあ、したがって、ね、円に結構集中してしまったとっいうのが、ね、あったんじゃないのかなということで1ドル75円までい、ね、ってしまって1ドル75円までいってしまいますとです、ね、日本経済もこれ厳しいですよ、はっきり言って。えー、トヨタ自動車ででも非常に厳しいといととうことで だからあの辺の時っていうのはですね、まあ、た本当にメーカーきつかったわけですよね、まあ、例えばシャープなんかは、えー、本配に、えーそのね、買収ということであったと思いますけれどもやっぱり一度七75円で、ね、戦うとなるとですねシャープとかそういった、ねまあ、超大企業ですけどもそういったところも非常に厳しいということでそういうふうになってしまったということだと思うんですよね。だからまあ今の為替水準が、まあ、日本の企業としては非常にまあ心地いい水準なのかなというふうに思いますね。 でそれからですね、えー なぜ株安になったのかっていうことでありましてアメリカのアメリカ世界経済の大不況ということでありましてまあよく言われるのがですね、まあ、うん昔から言われておりますけどアメリカが風邪をひくとですねアメリカがくしゃみをするななんでしたかアメリカがあの、えー、風邪をひくと日本もくしゃみをするだとかなんとかってよく言われたりしますけどもちょっと逆だったかもしれませんけど、えー、だから要はアメリカの経済と日本の経済というのは非常にまあ一連托生の関係にあってですね、えー、まあアメリカの経済がダメになっちゃうとですね バッチリを受けてしまううとということですね、まあ、やっぱ貿易でつながってますからえ貿易でつ大体78%ですよ日本がアメリカ向けの輸出っていうのはねですからアメリカっていうのは最大のお客様というふうになるわけなんですけども、まあ、中国今で言うと中国アメリカですよねで当時のリーマン・ショックのあ,あ,あの辺りだとやっぱりアメリカだったと思うんですけどもアメリカっていうのは最大のお客様であるとそのお客様が病気してしまって買い物してくれないと売れないということで日本の企業はやっぱり困ってしまうということですよね。でそうしますとね日本のの企業の 商品が売れなくなってしまうということですから、じゃあ日本の企業やばいねということで日本の企業の株が、えー、買われない売られてしまうということで株安になってしまうということで、まああのですねアメリカの経済にあるいは世界経済の悪影響をもる受けたというところがありますね。まあ、これなんかも大きいんですよ。ダウ平均株価が下がるとですね日経平均株価も下がるんですよね。だからあのーえー、アメリカのねマーケットで。 えー、アメリカのマーケットは朝の日本時間でいうと朝のた、えー、確か5時ぐらいに終わるんですよ。 アメリカのニューヨークのマーケットがだから朝の5時ぐらいだったと思いますけど、えー、それぐらいだったかな早朝に、えー、あの閉まりましてねでニュージーランドのウェリントンがあの朝マーケットが開いてで日本もその後こう開くわけなんですけどもだからニューヨークの,その株価の影響を日本の、ね、朝マーケット開いてやっぱり直結してくるんですよね。アメリカののダウ平均が下が下っていれば日本の あの株価もですねマーケット開いてやっぱりこうね下げの圧力が結構かかるということでありましてねだからアメリカの株価が下がるとやっぱり日本とアメリカの関係っていうのはやっぱ深いですから悪影響を受けるんで日本の株価も下がってしまうと。でそれから円高ですね えーまあ、先ほどちょっと私、えー、口走っちゃってたかもしれませんけど輸出産業が非常に大打撃を受けてしまって業績が悪化してしまうということです,、ね、ですから日経平均株価が業績悪化するような企業は株持ちたくありませんということで売られちゃって日経平均株価が下がりますというロジックなんですよね。 まあ要は円高になりますとですねアメリカ人からしたら日本の製品高いよということで日本の製品のシェアが下がってしまう売り上げが落ちてしまうということですよね。あるいは売れたとしてもですね日本円に換算するときにもう本当に、えー、日本円に換算するとスズメの涙ほどしか利益が残らないということになってしまうんですよ円が高くなってしまうとですねドルから円に戻すときに円,円換算してしまうとスズメの涙ほどしか利益が残らないということになってしまってですから円高っていうのは日本の企業にとって非常に まあもちろんねあの円安によって、えー、ごめんなさい円高によってですねあの得する企業だってあるわけなんですよ。まあ、例えばニトリだとかそういったところなんか海外で作ってそれを逆にということで日本にね持ってきてその時円,円高だとバカみたいな安い値段でですね買えちゃうわけですから非常にも儲かる企業だってあるわけなんですよ。しかしながら日経の平均株価日経平均株価を算出してるその企業っていうのは えー、多くがですね輸出関連企業になるわけなんですね。日経平均株価っていうのはあの上場企業四千社ぐらいあるんですけども、えー、その上場企業の中の平均じゃないんですよ。 上場企業の中の超スーパーエリート企業225社の平均なんですよね。で、その225社っていうのはやっぱり輸出関連企業というのが多いわけで、えー、ですからその日経平均株価っていうのはどうしてもですね、その円高になってしまうと下げ圧力がかかってしまうんですね。輸出関連企業ばっかりだから、したがって輸出関連企業だったら円高になったら悪影響を被るんでってことで、それでどうしても株価は下がってしまうと。 であとアメリカ人とかね外国人投資家っていうのが最近は本当に日本のマーケットに投資しておりますよ一、えー、日の売買でいうと6割7割が外国人投資家というふうに言われたりするんですけどもその外国人投資家の方々っていうのはやっぱり円高になってしまいますとですね日本の株って高いなっていうふうになってしまうんですよ割高感が出てくるわけですね円が高いからドルに比べて円が高いから日本の株を買おうとしても高いはちょっとっていうことで割高感があるということでだから買い控えるとあるいは日本の株を持ってる人は割高感がある があるから今売ったらですね儲かるということで売りに出すということで日本の株が売られちゃう内緒は買われないということになっちゃうんでそれもはあの、えー、株安に拍車をかけてるということになるわけなんですよねですからまあ円高にどうしてもですねなりますとですね株安につながってくるというねそういった構図に日本はありますんでもう円高株安この流れですよねだから黒田総裁は2013年に出てきてですねあのその流れをあの変えたわけなんですよね円安 株高というね円安にすればですね日本は輸出関連企業が、まあ、日,経あの日経平均株価を構成する企業の多くを占めますんでそれで日経平均株価が上がってくるっていうことですねですからまあ円安にするっていうね金融緩和をするでですねあの日本の今の金融緩和というのはものすごいわけなんですけどもあのだから当時ねアメリカの,そのごめんなさい当時っていうかアメリカはマネタリーベースをですね4倍に増やしたということを先ほど と申し上げましたけど、今の日本はすごいですよ。黒田総裁が就任した時は140兆円だったんです。日本のマネタリズベースですね。日本日本銀行が出してるお金っていうのは140兆だったんですよ。それが今どれぐらいかって言ったら500兆ですよ。5倍近くですね増やしてるんですよ。日本はね。 えですからまあ5倍近く増やしてるからえじゃあ何が起こったのかっいうと円の価値が下がって円安になってると円安になった結果日本の企業は息を吹き返したっていうことになるわけですよね。で日本の企業が息吹き返してるから株が買われて株高につながってきてるということでありましてねもちろん世界経済が上がってきてるっていうのもありますよ円。円安になったからあの輸出産業が息を吹き返すっていうのもももちろんそれも ありますだけどアメリカ経済が非常にいいっていうことで、えー、日本のものがあの、えー、売,れあの売れてるっていうのもあるわけですから、まあ、それはも,うもちろんね、えー、円安になるだけ円安だけがですねあの景気を良くするなんか私は全然いい言ってるつもりはないんですけどももちろんそうそうあのいろんなことがねから絡みますんでねでもやっぱり円安っていうのは一つの経済が良くなる要因の一つかなというふうに特に日本の場合はね私は思いますけどね。 えー、では、えー、なぜ、えー、日本も不況になったかということでまず株安になるとですね先ほどもちょっと申し上げましたけど、えーまあ、資産家の方々のですね資産価格がどうしても目減りしてしまうんですねですから消費が減ってしまうとこれ逆資産効果というふうに言われたりしますね。 まあ、だから先ほど申し上げましたようにねあのバブル崩壊後最安値ということで7000円ぐらいまで株価が落ちてしまったということでありましてだから1万2000円ぐらいね株価があったわけですよ平均株価がねそれが7000円ぐらいまで落ちちゃったということで,で資産家の方々じゃあどういう気持ちになるのかというと自分の持ってる株価50%近くも落ちていると。 ああ自分の資産減っちゃったなとじゃあ節約しなければいけないなっていうことで、えー、あんまり消費しなくなるんですよねあんまり消費しなくなくるんだったら物があんまり売れないってことですから景気が悪くなっちゃうっていうことで逆資産効果なんかも一、まあ、つのね株安がもたらす、えー、負の影響悪影響ですよね。 でそれから、まあ、アメリカあ世界経済の不況ということでこれも日本へ、えー、ああの悪影響を及ぼしていますよね、まあ、だからアメリカが調子悪いとで世界経済も、うん、あんまりだめだということでありますとですね、日本の輸出企業がものが外国であんまり売れませんということになってしまいますよねですから、まあ、そんなのも日本の経済を悪くしますし、えー、あるいはですね、景気が悪くなるとですね、やっぱり民間の投資設備投資これも、ね、非常に少なくなるんですよね。で,ですから からまリーマンショックが起こってですね、これは景気が悪化したぞととんでもないぞということで民間の投資はねものすごく減ってるんですよ。えー、ものすごくリーマンショックがあった後なんかはねもう本当に減るんですよね。ですからまあそういった影響では消費も減るし民間の投資も減るし輸出も減るしということでまあこの総需要がですねものすごくリーマンショックによってですね減ってしまったというのがまあその日本が不況になったまあ、そういった原因になってるのかなというふうに思いますけどね。 ですからまあリーマン・ショックというのはですね、まあ、アメリカが震源地であって当時はまあ楽観論が結構多かった。 たような気がするんですけども、日本はあんまり関係ないんじゃないのっていうふうに思われてたんですが、実は日本はですね、ものすごく、えー、あのもう本当に一番と言っていいかどうかわかりませんけれども、ものすごい悪影響を受けた国なのかなというふうに思いますね。やっぱり為替レートを通じてね、悪影響出てきますよね。だから超円高、1ドル75円という超円高、えそれがねかなりあ,あの日本経済には厳しかったのかなというふうに思いますね。だからあの時にもう少しね。 あの白川総裁が金融緩和をねもう少ししていればですね、えー、あそこまでの円高ってきっとならなかったと思うんですよ、1ドル75円までの円高ってきっとならなかったと思うんで、えー、もう少し日本経済はマしだったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、あ,のあの当時ね、75円ってちょっとね、えー、尋常じゃない円高ですよね。 あの震災があの東日本大震災じゃなくてあの阪神・淡路大震災の時あの95年ですかあの時あの1ドル79円っていう、まあ、本当に超円高っていうのがあの日本は経験してるんですけどもそれを更新して、えーね、75円というところまで行っちゃったそれが2011年になったんで、まあ、非常にですねやっぱ円高に苦しんだということでですから今の日本経済は円高が修正されたということで、まあ、非常に企業としては、ね、商売しやすい状況になった だということで、まあそれは非常に喜ばしいことでありますけれども、まあリーマンショックっていうのは、あまあ今の日本経済を考える上でもですね、非常に重要なまあキーワードかなということで、まあリーマンショックから10年ということでありましてね、まあ私の方で、えー、本日ちょっと解説させていただこうと思いましてですね、えー、選ばせて、えー、その言葉をね選ばせていただいたということであります。えー、それではですね、本日の講義ですね以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。